豆板銀は、江戸時代に長銀に対する小額貨幣として流通した銀貨であり、協量貨幣の一種。小粒銀、小玉銀とも呼ばれる。通称は銀玉。当時、銀座において用いられた正式名称は小玉銀であり、三家随にもこの名称で記述されている。一方、郝塚による書である金銀図録及び大日本貨幣紙などの古戦書には、 豆板銀という名称で収録されている。貨幣史研究が進んでいない段階の収集会の研究成果をそのまま拝借した日本の高等学校の日本史の教科書などでは豆板銀の名称が用いられ広く定着してきたが、江戸時代の幕府や銀座関係の文書ではこの名称は見えず、これら公文書などに記述されている小玉銀の名称に戻すべきであるとする意見がある。 形状は小粒の銀貨で、その名の通り豆のような形をしたものが多いが、変形したものも見られる。重量は不定だが、大半が10問目程度以下の表量銀貨で、大小主樹あり、実際には10問目を超える大型のものもあるが、そのようなものは稀である。豆板銀の中で特に小粒のものは、ロ銀と呼ばれ、わずかな目方の調整に用いられた。表面には、常世及び、 宝に加えて形長、京宝銀以外には、元、宝、英、文、保、生と年代、つまり、銀品位を表す、文字獄印が打たれた。二つ宝銀、三つ宝銀、四つ宝銀は、長銀では、宝字獄印の数及び書体で区別されるが、豆板銀では、宝字の書体で区別される。宝永の四品の豆板銀には、長銀同様、 常ねの極印は見られない。また片面ないし両面に大黒像の極印が丁寧に打たれたものが存在し、音章及び像等用とされる。年代印は大黒の腹部や大黒及び宝か文字の周囲に打たれたり、小さい文字の集合の形で打たれたり、大きく一文字で打たれたりした。片面大黒や両面打ちは他のものより存在が少ないことから、 現代の古銭市場では高値で取引されている。それ、自体を取引に利用するほか、長銀に対する小学貨幣として補助的な役割を持つ。例えば、小型の長銀に豆板銀を加えて、重量を43文目に合わせ、紙に包んで封印し、まとめて使用することも行われた。これを方銀という。長銀は、 方銀の形で大口取引に使用されることが多く、日常生活で使用するには、高額すぎ、裸で使用されることは、ほとんどなかったが、豆板銀については、持ち運び可能な銀ばかりにより随時表領しての、支払いが可能であり、また現金を、千差しで持ち歩くよりも、携帯に便利で、適宜、両替屋で銭に変えて使用するなど、重宝された。また、町奉行や代官が、町人、 百0を放章する場合、のし紙の中央に銀貨を二皮で貼り付けて包み封し、下肢された。豆板銀は、長銀と同じ銀目立ての銀貨であるが、傾長期まではまだ豆板銀がなく、波数は長銀を切断して使っていた。弦なきになって、波数計算に便利なように、小重量銀貨である豆板銀が作られるようになり、その頃に、長銀の切り使いは禁止されたとされ、これが、 豆板銀の始まりである。元夜六年頃に鋳造された、慶長豆板銀に始まり、安政六年の安政豆板銀まで常に長銀と同じ銀品位で鋳造され、江戸時代を通じて発行された。慶応四年の銀目廃止で、長銀ともども通用停止となった。豆板銀は、重量が不揃いであるため、現代でも、古銭商による買取の査定の際には、 重量の表量が行われる場合があり、その場合には、重量がそのまま買取価格に比例するわけではないが、査定の際の一つの買取価格の判定基準となる。括弧内は、発行年、銀含有率。鋳造量は超銀に含まれる。銀座御用流、銀座万覚え書き、銀座万覚え書きのような銀座関連文書の本国版もある。 AB 一問名イコール3 7 5ムとメートル法に基づいて規定されたのは明治24年の土量広報以降であり、江戸時代は幕末期を除き、東大の一線に等しい一問名イコール3 7 3ム程度であったと推定される。旧貨兵表及び徳川氏貨兵一覧表は13%と記すが、だや、 P443 に記された銀座関係文書による品位表記である8割4分6輪引けに基づくならば14%である。1.1イコール 0.14? ありがとうございます。